皆さんこんにちは、ケンです。本日は自転車紹介になります。どんな自転車を紹介するかといいますと、近年流行しているキャンプ、そして釣りだったりといったアウトドアライフを楽しむ方向けにおすすめの自転車、こちらを紹介したいと思います。この自転車を取り扱っているのはサイクルベース朝日さんになります。それではサイクルベース朝日さんに行った時の映像がございますので、こちらの映像を見ながらお話ししたいと思います。ご紹介するのがログアドベンチャーになります。こちらの特徴を簡単に言ってしまうと、メカニカルディスククロスバイクになります。デザインはこんな感じ。ブレーキワイヤー、シフトワイヤーが共にフレームに内蔵しているので、さまざまな荷物が取り付けやすい状態となっております。ダボ穴がかなりの数ついてます。全部で5箇所となっているので、工夫次第ではいろんなものを積載できます。サドルは柔らかめでした。オフロードを走ってもお尻が痛くなりにくそうです。リアキャリアにつきましてはアルミ製のリアキャリアになりますので軽量です。耐荷重は25キロとなっております。センタースタンドがついており、多くの荷物を乗せても安定して止めれそうです。フロントシングル仕様で外装8段変速になります。カセットスプロケットは 1134T でした。このメカニカルディスクブレーキ、実はクイックレリーズ式になってますので、車や乗り物への積み込みも簡単です。タイヤは 27.5×2.10 の太さでした。ハンドル周りはこんな感じ。グラベルロードにカスタムしたら面白いかも。カラーは今ご紹介したカーキーの他にアイボリー色、そしてブラック色とあります。ドッグアドベンチャーのデカールが蛍光イエローなんですけど、それと、ホイールのデカールがマッチしてますので一体感が出ています。はい、いかがだったでしょうか。ディスクブレーキ搭載で5万円以下のスポーツバイク、かつ重量も13キロぐらい、しかも太いタイヤを履いてリアキャリアもついて13キロですから、細いタイヤにして、リアキャリアを外せば普通のクロスバイクの重量とあまり変わりはないかなと思います。この価格でこの仕様はかなりコスパがいいと個人的には思ってます。キャンプツーリングだったりとか、あとは釣りだったりとか、そういった道具を乗せて自転車で移動するっていう手段にこのバイクを使ってもいいと思うんですけど、初めてのクロスバイクとして購入するのもありだと思います。また通勤通学でも太いタイヤを履いてることによって乗り心地もいいと思いますし、日本によくある信号から車道に出る段差ですねとかでも、太いタイヤを履いてる分リム打ちパンクはしにくいというところで、通勤通学にもとてもおすすめです。あとは映像でも言いましたけども、グラベルロードにすることもできます。はい、ということで私一押しの、グラベルバイクのご紹介でした。この動画がいいと思ったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。